三遊亭か倉博光、ろ九つ、1970年2月25日体は、青森県青森市出身の落語家。出林は、ねぶた林。遠演学一門会所属。血液型は、A 型。青森市桜川に、男三人兄弟の次男として生まれる。青森県立青森と山高等学校時代は三年間クイズに、没頭し。 全国高等学校クイズ選手権に応募した。立正大学法学部時代もクイズ研究会のほか、少林寺憲法部にも所属した。1992年に大学を卒業して CSK に入社したが、2年後の1994年5月に退職して国内及び、世界各地を放浪した。1997年4月、5代目。 三遊亭窓科学の二十三番目の弟子になる。二十二番目弟子の三遊亭全落以来、八年九、ヶ月ぶりの弟子だった一方、二十四番目の弟子の三遊亭上学とはわずか十五分差での弟子入りであった。講座名の神楽は、本名の名字、神をとって五代目、三遊亭窓科学が命名した。二千年三月に二つ目、二千七年十月に、新内に昇進する。 2008年7月21日に、新内昇進披露公演を、故郷、青森市のアラスカで行い、約600名の観客を集めた。いつも、講座での枕は、魅惑のワンダーランドへようこそおいでくださいました。が、定番文句となっている。正統派の古典落語、人情話を得意としている。地元青森での独演会では、津軽弁の落語を披露することもある。 故郷は青森をこよなく愛し、毎年開催される青森ねぶたと広崎ねぶたには必ず参加している。趣味は多岐にわたっており、旅行、写真、散歩、鉄道、自転車、クイズ、格闘技観戦、マラソン、ラーメン食べ歩き、駅弁食べ歩き、ご主収集が挙げられる。また、特技は、少林寺憲法、尊敬する人物はアントニオ猪木である。 2008年3月9日演楽一問会新打ち、昇進披露工場2008年4月12日待ち人、鶴次郎役連続ドラマ初出演。ありがとうございます。